はいどうも。はいどうも、ショータイムゴルフです。イエーイ。ゴルフ5カントリーオークビーチにやってきております。今日はかっちゃんが来ております。調子いいね。うん、ちょ寒いから後で着替え。テックの、レーザー距離計ベースアマゾンレーザー距離計ランキング2016年17年18年の3年連続第1位。おすすめポイントが安さ。うん、まあ大手のレーザー距離計と遜色のない機能、こんな方におすすめ。レーザー距離計を初めて購入される方でも使いやすい。まあ価格帯も安いから、まあ安いので16,000円。 V プロ500S、 まあ9800円。これね、打ってみると使いやすい。非常に使いやすい。初心者にすごいおすすめだと思う。 ULTX800 24,000円。高低差そう巻かれる。モデルしたらめちゃめちゃ安い。めちゃくちゃ安い。ピンに当たるとブブブってなる。うん、パッて数字が出ます。なるほど。約 0.2 秒で距離表示っていうね。もうプラスマイナス 0.3 ヤード。ここにあるコードを使ってテクテクテクサイトから購入すると 5% オフになります。公式サイトから、ね、公式ホームページから、ね、よろしくお願いします。お得な情報です。ありがとうございます。高低差入れてみる。ちょっと今回高低差をね分かってみようと思う。いいね。232マイナス 1.6 だね。要は230ちょいだね。うん、そんな感じです。Okay. いいねこれ。これは塩クラブは 5W。 高っ。え、あーちょっと弱いね塩クラブ。 2i やっぱ翔太をもってしてもこの風は、うん、ロングアイアンじゃないと歯が立たないと。はい、なるほどね。じゃあ俺もちょっとクラブ考えよう。うまい。そうだ、これうまい。あーちょっと弱いね。超弱い。ちょっとこれもう苦渋の選択。あ、か何クラブ？パター。これちょっと風強いからさ、苦渋の選択だ。苦渋だね。何と一応迷ってたの？3番アイアンとパターで迷ってた。迷ってたけどやっぱパターなんだね。そこは230ヤード、うん、パターで。うわー、あー惜しいな。いいショットだけど OB な。ピューンってやつだね。あのさ、パターって難しいんだよね。オークビリッジむずねえ。パーがやっとだね。ソータですら9打ったもんな。ちょっとそうだね。あれが懐かしいな。もうなんか懐かしいね。サードを進出する男でもやっぱ9とか出ちゃう。まあでも俺にはこれがついてるからね。これが67ヤード。67ヤードもスライスしたの俺。あ、いいいいいい。戻ってきてるよ。あ、弱い。あー、で、あー、まあしょうがない。弱い。ちょっと弱かったね。翔太、2打目マンムズ。多分バックスピンかかったらしいよ。うまい。もううまい。もういいよ、その受けたらいい。もういいよ。11ヤード。入れ。あ、惜しい。入れ。早い。13ヤードいった。13ヤード感じた。あー、惜しい。惜しい。よっしゃ、ボギー。ボギー天気。ボギー。これはテクテクいらない？これいらない？大丈夫、遠慮しなくていいんだよ。なんか今日はアクセントカラーにピンクを選んだね。珍しいね。いつも紫なの。はい、ナイスナイスパー。
ナイスパー。テクテク使ってたらバーディーだのかな。あ、そうだ、ナイスバーディー、ありがとう。どこ行く。379ヤード、シュールだな、これ。相当マイナス、15ヤードぐらいマイナス。15ヤード。嘘でしょ。ドライバーで。嘘でしょ。完璧だね。うまい。いや、ちょっと待って。これ大丈夫？待って。おい、風。池だ。超よいじゃん。マン上げ。ちょっと先打つ。なんか今日硬いね。うん。たまにはね。たまには硬くいく？硬く。なるほど。いつも。誰かに煽られて無茶なことばっかやってるから、うん、これ俺もやばいね、危ないよ。いや、振ればいいんだよ。そっか、うん、俺が後ろにいるじゃん。完璧完璧。翔太ドローになったね、持ち球がね。そうだ、うん。でも結構キワキワだったね。フェアウェイど真ん中。マイオンあるね。うん、あるよ。マイ3だね。マイ3。そうだね、池だからね。うん、何吹け、鬼吹け。逆にさ、あるかもしれない。やべえ。フェアウェイに止まった。ナイスショー、ありがとう。ピッチング。ピッチング。めっちゃ上げてるから。うん？戻れ。なん違う方向に戻ってったな。かっちゃん、多分距離同じようなもん。あ、いけ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 。やい、マジ取れたかね。マジどうする。マジでどうする。マジで取れたかね。ガチどうする、どうする、どうする、これどうする。これやばくない。これやばい。これはマジやばい。これどうする、本当に。どうしようもない。間違いない。どうするっていう、もうちょっと今回は翔太の腕次第。どうにもできないこれだって。後半まだバーディーないね。ないね。やばいね。やばい。やばすぎるね。さあ、どうしようかね。良すぎるね。みんなちょっと練習してきたよ。ちょっと縛る。マジ練習。マジ練習。お前も練習しろ。最近パソコンと向き合ってばっかだろ。じゃあ今回も意外と面白くなんじゃん。うん、そうだね。ボールの色が明らかにおかしいね。ああ入れよ。惜しいだろ今。何これ。何これ。ボルビックだよ。ボルビックだよこれ。すげえ、もうブラックホールみたい。存在感が半端じゃない。ああ、できたできた。光さえをもう飲み込むとか言って。今度それでプレイしよっかみんな。それで、それ買ってね、ネットで。そう、それでやろうよ。ああ、そういう日だよねっていうのがもう物語ってるもん、ね、ボールの存在感がすごいんだけどこれ。すごくないこれ。ボールにズームしよう。そういう日だよね。すごいよこのボール。そういう日だよ。言ってくれればね。うん、外れた。違うね。ナイス。真ん中から落としてきた。
いねこれね。いいでしょ。ここ何ザ・ショーゴ。ああか。いけるべ。このアゲンストだったら。あ、ジェンスを選んでる。めちゃくちゃ跳ね返ってきた。返ってきた。めちゃくちゃ跳ね返ってきた。フォロー来た。お、フォロー来たよ。頼む翔太。翔太フォロー来たぞ。ここは見せるわ。さすがに。フェアウェイとラフの間くらいだ。ワンチャンワンチャン。やべ、ティーマークと同じ色してる。どっちが俺か分かんないけど。見えない見えない。チョロ。チャゴロ。チャゴロ。ボールあったみたい。マジわかんないね。奥分かんない。あれ葉っぱじゃないの。あれ葉っぱじゃないの。見えてねえんじゃねえの。そこ見えないわ。見えてないわ。頼むよかっちゃん。スイングいいんだけどね。スイングいいんだけどね。スイングだけ見るとよくない。なんかダフったりトップしてる。きれいきれい。なんでそっち一応抜けた。265265。めっちゃアゲンストだったんだ。じゃあじゃない250ぐらいしか飛んでないんだ。右だな。風弱い。はぁ、あ、マジで広い。何のバカしかいねえの。バカしかいねえ。青すぎんこれ。ナイスショー。ナイスナイスショー。しゃ。マイトも行ったんだ。あれ絶対あるんだけど。ねえ。100。おいい感じ。うん。ナイス。上野が行った。来たね。55ヤード。55。ラインはいいんじゃない。ちょっと弱いか。ゴー。入った。惜しい。やっぱボール白いといいの。パーにしといて。うん。パーにしとこう。できない。絶対できない。だって黒から白に変わる。ああ、バーディーならず。OK。サンキュー。あ、やべ。ああ、やべやべ。さあ、取った。うわー取れたかー。これいける。ナイスナイス。いやこれはいけた。ああ、 この3ホールはいけた。この3ホールはなんとか。この3ホールいけた。3ホールに1回なんかあればな。